東京電力は福島第一原発2号機の炉心部分の調査を始めました溶け落ちた核燃料がないか特殊カメラで調べています去年行われた調査では2号機の原子炉の真下を通る金属製の作業用通路に 1m 四方の穴が開いているのが見つかりましたこの穴は核燃料が床を溶かした後の可能性があります 今日は午前6時頃から作業が始まり先端にカメラのついたおよそ13メートルのパイプを2号機の格納容器に入れ込みます穴の下に溶け落ちた核燃料の塊いわゆるデブリなどがないか詳しく調べる方針ですカメラが撮影した画像は今夜公表される見通しです